明覚寺は、東京都江戸川区一の江六丁目にある日蓮宗の寺院である。三号は金島山。本殿公安七年に、東学院アジャリヒゼが解散したため東学院とも、称数。江戸川区の地において、最初に開かれた日蓮宗寺院である。旧本山は、千葉県市川市中山にある日蓮宗の大本山、小中山北家教寺。祖、比は、 武将、千葉助、より種のおいで、北家教授二世、日高の弟子とも、三世、日、優の弟子ともされる。かつては時中に、梅林院、聖文房、千葉や志望などを用した。六郎僧の一人、日郎の作と記された、日蓮木造座像を本堂内に安置する。寺宝として所蔵するに幅の資本木書代曼荼羅は、江戸川区の登録有形文化財。 境内には日蓮の銅像と妙剣菩薩を祀った妙剣道がある。公安7年5月に妙覚寺を解散した日蓮は、東学院と合し鎌倉時代の武将、千葉助六祖、より種の老いして生まれ、小納言和利一であった。日蓮は、千葉県市川市中山にある大本山、小中山北家教寺から形成された流派、中山門流の僧で、 北家教授二世、位、日高の弟子とも、三世、位、比、優の弟子ともされる。北家教授を解散した日常こと、夫、狐忍ねしのぶは、比善んのおじ、千葉助頼種の家臣で、北家教授三世、位、比優は、頼種の孫、千葉種貞の養子である。ほっ教三世、ひゆは、日蓮宗の宗山とされる、みのぶさん寺三世、日清と信仰を深めたが、ひぜも、 また日清に指示して、小物、送電、苦血を総称したという。この時代、中山北華教授と美武山駆動寺は親密に交流を図っており、共に増書を書き写し補充したと推測される。また比前は、比叡山及び仙波に留学して、天台学も学んだとされ、代表的な著書に、小教から公営三年五月にかけて今、島田修行寺で十作したという。 ホッケもんどうせいぎし22巻があり、中山ホッケ教授の宝庫に所蔵されている。日前は、公営3年5月25日に没した。青年、年齢は不明。妙剣道は、北と七世を神格化した妙剣菩薩を祀った道で、妙剣菩薩は、御子と聖王、妙剣尊保守王、北信菩薩とも称され、国土を守って、災難を除き、 寿命を延ばす福徳があるとされる。妙見信仰は日本では平安時代以来京都育内に多かったが中世では武家の守護神として千葉市、大内市、名和市、相馬市ら地方豪族に帰依された。また中国で皇天上帝と魔法神が当時に祀られたことから日本では守護神、軍神の他に馬の神としても尊敬された。 江戸後期に幕府が編集した、知事、新編武蔵風土紀行によれば、常時元年に、旧江戸川の妙見島にあった、妙見堂に、千葉子村数の妙見菩薩像を祀り、その後、小松川を経て、市野への妙覚寺に、妙見像を移したとされるが、現存はしていない。現在の妙見堂は、昭和期妙覚寺三十四世、紀神の第二根流、妙覚寺では、 年中行事として12月22日の当時の日に、妙見様の星祭りを行っている。妙見菩薩は、北新菩薩とも称するが、北新の名は、幕末の剣豪、千葉周作が創始した剣術の流派、北新一刀流にも見られる。北新一刀流は、坂本龍馬が学んだことでも知られる。一の絵三丁目に、妙角寺の飛び地があり、第六天堂が立つ。 王安元年に、妙覚寺二世、日展が、中山北家教授三世、比喩を招いて、第六点を誕生したとされ、妙覚寺所蔵の、妙を第六尊天略演技に詳しく記されている。仏教の宇宙論には、人々がいる、迷い世界を、四界、四季界、無四季界の三種に分けた三害があり、第六点とは、翼界の六つの天の頂上、高自在天のことで、そこには、 第六天の魔王、天馬派遷がいるとされる。天馬は、人々の仏道を妨げ悪号をなさしめるという。日蓮は、末法九済の本尊として、大曼荼羅を表し、大目、南無妙法蓮華行の文字を中心に、仏や、菩薩などの名を連ねたが、その中に、第六天魔王の名も記した。日蓮は曼荼羅に、第六天魔王を含む九回の主の名を連ねて急、九。 海が皆等しく成仏する浄土を表したとされ、北ッ行に帰業することで、第六天魔王でさえも仏になるという。第六天は、戦国武将、織田信長が自らを、第六天魔王と称したことでも知られる。1984年に2幅の資本木初代曼荼羅が、江戸川区の有形文化財、歴史資料に登録された。1幅は、中山ホッ教授3世。 比勇から明覚寺二世、日天に授けられたとする、大安元年の牧書曼洲、もう一幅は、明覚寺海祖、比前からで死に授けられた、火略二年の牧書曼洲である。1983年、一の江三丁目の第六天堂にある、第六天の石像道標が、江戸川区の有形文化財、歴史資料に登録された。これは、 文政9年に建てた角柱型の道標で、元は現在の環状7号線と今井街道が交差する付近にあった。道標の正面には、第六天堂への道筋を示す、文字、明王第六天堂、是より左利が刻まれている。一の絵六丁目の三尾寺には、時報として中山北家教授に聖、日高が表したとする第六天に関する小息断片が所蔵されている。 また、第六天堂には、樹齢500年以上の絵の木があり、江戸川区の天然記念物だったが、現存しない。市野江保育園は1952年に、明覚寺34世、紀神が開設、宗教法人明覚寺の経営による、東京都公認の児童福祉施設である。ありがとうございます。